花津50ですけど、まあ移動中花津ゴールの帯同馬として大活躍で、花津ゴールがそれですごい落ち着いてこちらの方に来れました、まあ、こちらについてからも花津50はまあ順調で、まあ、今日初めて調教を行ったんですが、まあ、花津ゴール同様ちょっといろいろ物見しながら走ってたんですけども、この馬もまあ順調に持ってベストなレースができればなとは思ってます。まあでもちょっとね、日本の成績ちょっと悪いんで、こちらでもどうかなと思うんで、まあ、僕らには秘密兵器があるんで、これを食べさせればパワーアップして最強もう勝つんじゃないかなと思ってます。それがこれベジマイト、これでパワーアップさせて、まあ、レースで勝って、もうパワーアップして、はい、皆様にいいレースを提供したいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ベジマイトも